ガロガロシリーズ4年ぶりとなる最新作、ガロガロ鋼を継ぐ者が、東京 MX,BS 日テレで放送中で、萩原雅人演じる白羽、五道が召喚する、魔界騎士の鎧、鉱山騎士残後の姿が解禁となった。鉱山騎士、残後とは、失踪を遂げた名高き魔界騎士、白羽、五道、円、萩原雅人が召喚する鎧。劇中では、名前のみが語られてきたが、物語が、クライマックスに突入する第8話、2月29日放送で、ついに初登場する。